エウヘニオ・エステバン・メナ・レベコは、チリバル・パライソ・シュービニア・デルマール出身の、プロサッカー選手。チリ代表、ラシンクラブ所属。ポジションは、ディフェンダー。サンティアゴ・アンダラーズのユースチームで育成され、2008年にトップチームデビュー。2009年10月のサンマルコス・デ・アリカ戦で、プロ初ゴール。2010年7月、CF ・ウニベルシダでチレが50万ドルで、 メナの保有権の半分を買い取った。移籍当初は出番に恵まれなかったが、2011年にホルヘ・サンパオリ監督が就任すると信頼を勝ち取った。2013年7月、サントス FC に買取オプション付きのレンタルで加入。すぐにレギュラーを獲得すると、2014年6月にサントスが買取オプションを行使し完全移籍に移行した。2015年1月、 給料未払いを理由にサントスとの契約を解除。その後、クルゼーロ、EC と契約を結んだ。u 通3年代からチリ代表に選出されており、トゥーロン国際大会の2009年大会と翌2010年大会に参加した。2010年9月に行われたウクライナとの試合で A 代表初出場。2012年3月のペルー戦で初ゴール。 2014FIFA ワールドカップでは全4試合にスタメン出場した。ありがとうございます。